こんにちは、チュウです。今回はこのゲームやっていこうかなと思います。今やってる最中だね。なんとこのゲームはね、パズドラでいう魔法石がこう無課金で集めれちゃうんだよね。こんな感じでもう最高のゲームすごい提供かのように褒めるよ。全然提供じゃねえけど、提供だったらしい。どんな感じ、やばい、提供だったらしい、やばい、提供だったらしい。どんな感じ読めんだろうね。いやー、すごい綺麗ですね、このオーブ。なんと皆さん課金しなくても、気持ち悪い、あー、壁だやられちゃった。これで、飛行か。一回100玉使うんだ。激レア欲しいな。え？なんか見た、これもしや目とかにはめんじゃない？え？なんか見たことあるぞ、これ。どっかのモンストみたいな。お前、どこかってんだよ。お前、こいつと一緒じゃねえか。ジョリ？オリジン？何が違えんだよ、ジョリとオリジン。やだよ、なんかすごい絶対外れじゃん。この普通の 85% 出したよね、私。さあ、集めてくるか、ガチャ。面白いね。正直、このゲームより、ガチャで私、すごいレアなキャラ出したいね。課金がないんだ。お金に頼るなよと、自分で集めるみたいな。で、私、記録出したいね。これ赤いのを踏んだらダメだね。赤いのに踏まないようにして。なんと空中で動きちゃうね。すごい身軽。いいよね、これ。いや、これ上の取りたいね。こういって、こう！いいよ、あつき！で、スライド芸人！うますぎる。うますぎる、あつき。とりあえず1000ぐらいは行くわ。来た、速度。多分100超えると速度。お、いい。取りたい！見て、今、右上。106玉あるね。106玉あるってことは、まだ、うわ、激キモ。激キモ。みんな明日これで学校登校してみて。なんか警察に捕まったら、すごい、それは私のせいじゃないで。これ私が通るから道を開けてほしいね。うわー。さあ、8。8も多分当たったらダメ。見てください。かなりいい感じで魔法石貯めてるね、私。さすが。パズドラの最新作と言っても、多くの人が信じるだろうね。まじきは、パズドラの最新作と言わないからわかんないけど、これを仮にタイトルパズドラの最新作出ましたって言うと、まあ、8割引っかかるね。さあ、どうしよう。早くなってきたが、まあ、カットでいいかな、まだ。やばい！危ねえ。見た、今のあつきの、交通テクニック。来た！やばい、めっちゃガチャ引ける！ガチャに行く。いや、でも100連ぐらいしてえな。でもこれ、命大事に行きたいわ。なんか、課金に目がくらんでこの球を取るより、生存意識で。で、ここは飛ぶ！速度が 1.6 倍だって、優しいね。一気に2倍とかになんないんだ。そう、あ、来たー！こんな魔法石もらえるなんて最高。2倍になった、みんなだいぶ上がってきた、速度やばい。うーわ、ガチショック。726、なんかガチャ弱くてやる気出ないわ。なんかもうちょい激レアキャラ来てほしい。ジョリー以外で出てほしいね。ジョリーはやだ。ジョリーはやだって言ったけど、お前もジョリーみてえなもんじゃねえか。まだある。頼む、私。ジョリーもフロヤもやだ。頼む。頼む、マジ頼む。見た目の変化が欲しい。ジョリー。こいつか、ジョリー。あ、どうした、ジョリー。お、確定演出じゃない、確定。最強のマークついてる。確定演出来た、みんな。え、手出てる。熱すぎる。そうよね。うわ、こういうのまた、やる気が違う。いや、来たね、来たね。要は、なんか買わせんのかなと思ったけど、行くか。なんか鳥肌立ってきた。うわ、気持ち悪い。ガチで苦手。ガチ。やべ、終 NG 出るわ、これ。終 NG。ちょ、苦手すぎる、これ。キモすぎる、あまりにも。これ、下くぐれるの？くぐれんのかよ。キモす、一回やられるわ、これ。あまりにキモすぎる。やっぱ、ジョリーにしよう。はぁ、落ち着く。落ち着く。実家帰ってきたみたい。落ち着く。さあ、行こうか。記録超える。1000いく。絶対1000いく。手汗やべえ。このゲームでこんな手汗かくてやばなかったね。オッケー。いけるよ、私。まず700。まずここら辺で2倍。2倍になったはず。飛べ、私。
では必死にキャラ出すね。なんかかっこいいキャラとか、しゃがむキモすぎ。さあ線絶対行く、線絶対行く。アファルトピース、何言ってるか分かんない、キモニョンゴ来た。待って、これどうする、空中チャーシュー、うわっしょっしょい、したすごい、覚醒してる。なんかゆっくりに見えるもんね、一流のスポーツ選手は。研ぎ澄まされた感覚でスローになると言われてるが、まさかこの e スポーツ、まさにスポーツ、これだけもこういう感覚を身につけるとはね、成長したもんだよな、あずきも。さあ、これは、よーじょ、ジョシュ。さあ、左、左。はあ、マジかよ !913! ガチ悔しい。え、これさっきも最強ってついてた？これ確定演出かな？え？あー、ジョリかな。公開しかナミさんね。なんだこれ、絶対つくんだ。最強って。なんか確定演出でつくのかなと思ってた。なんか右上に早送りってあるから早送りしてみる？早送りやってみようか。はいや。はいや、キモ。キモ警察。うーわ！普通、珍しい。珍しすぎる。まあ、珍しいが 10% ってことは、10回に1回出る計算なんだよね。まあ、ね、10個分だけ貯めてこようか、魔法石。さあみんな、10連貯めてきたね。確率通りなら、まあ、全然出る可能性。早送りで、お！金になってる、金になってる！おー！エルフ！どうだろう？お、金！え、すごい！え、みんな！ま、小さい戦士！これあれじゃない？当たり判定すご、待って、あじき。今年の運全部使ってるかも、これに。あ、まあまあまあ、ジョリかな。あ、船長か。まあ、どっちでもいいけど。え、すごいや、激神引きだ、みんな。あ、まあまあまあ、小説家。ガチの神引きなんだけど。金になったら止めようか。ああ、僧侶ね。いやー、もう来ないかな。なんかさっきので運全部使い果たしちゃった感はあるね。ジョナー。この 5% のやつと 10% のやつの区別ってつけれないのかな。どうなんだろうね。ちゃんと書いてるのかな。え、でも、あの小さいやつ、なんか当たり判定短くて超強そう。お！あれだ！このさっきのこれ？ 5% なんだね。エルフ、小さい選手、うーわ！勝ち確だ！これを捉えきれる人いないんじゃない？うわ！これ蜂の下とか何もしないで通れるんじゃない？いける？あ、ちゃんと当たるんだ。蜂の下はね、ちゃんとね、こうやって、なんていうの、こうやんないと、ちょ、見えづらくてごめんね。全然、動画向きではないキャラ使っちゃった。ちゃんとしゃがまないとダメだからね。全部見たいな、どんな感じのキャラか。みんなもよかったらやってみて。これ最強列伝ってやつはね、無駄に評価高かったね。まあ、評価高い理由ちょっとわかるわ。若干面白いもんね、悔しいけど。こいつはガチでキモいからもう動画終わるわ。